カストレーロー・デ・ミーニョは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体で、コマルカ・ドリベーローに属する。ガリシア統計局によると、2009年の人口は1928人で、ある。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は99.70%。カストレーロー・デ・ミーニョは、オーレンセ県の北西部に位置し、コマルカ・ドリベーローに属する。 隣接する自治体は、北が、センジェと、リバダビア、東が、トエン、南がカルテージェ、西がアルノヤである。面積は3 9 7平方メートル7の教区に分けられ、自治体の中心地区は、バラル教区のバラル地区である。カストレーローデミーニョは、リバダビア支方管轄区、オーレンセッシュ教区に属する。カストレーローデミーニョの経済は、 その大半が第一次産業に覆っている。具体的にはワイン製造である。牧畜業の自治体経済に占める位置は小さく、オーレンセ共同組合へ納入するための養豚農家があるだけである。第二次産業分野に従事する者は人口のおよそ20%で繊維工場とフェノーサのダムで働いている。サービス業については必要最低限のレベルに、 とどまっている。自治体首長は、ガリシア民族主義ブロックの主流書、ロドリゲス・メンデス。自治体表議員は、ガリシア国民党、5、ガリシア民族主義ブロック、3、ガリシア社会党、3となっている。カストレーロ・デ・ミーニョは7つの教区に分けられる。ありがとうございます。